皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガフリークスパート23です。前回はですね、ずっとやっているゼノピッタンです。前回はというか前回までもですね、そろそろねクリアするのがきつくなってきた。一発でクリアできるステージがね減ってきましたよ。やっぱね制限がかかってしまうモだけとかね、あとはなんか動くパネルとかね、ちょっといろんな複雑になってきたのが匿名さんを苦しめています。さあさあ、6日かな、1週間くらい収録のね期間が空いてしまったんだけど、前回は確かねこの辺までやったんだよね。これだね、クリアしてるね。もも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 もっていうやつね。で次がこれだ、シオンをあと9個作れ。単語何制限かかってんのこれ。シオンって言葉しか認めてくんないの。ベクターでたらい回し、180度マスにブロックを置くと言葉ができた後ボードが回転して逆さまになるよ。前にあったこうなんかバン全体がバーって回るやつとは違うのかな。180度回る、はいはいはい。準備はいい？始め。はい、シオンをあと9個。シ、じゃあここに置くとどうなるんだろう。よ、あ、そうなるのね。はいはいはい、承知しました。じゃあ、そうだね、とりあえずここに芯を作っといて、で、塩を作っといて O にして、でもう一回180度回したいので、しんおおで、ここにんが来て、で、おし、あ、ダメだ、右から読めないから、ししで、ここにしよんにします。で、あ、なんかこれうまくいってない気がするけど大丈夫かな。で、あ、これちょっとダメだな、やり直そう。で、しよう。で、あ、しよしとかできちゃうのね、あそこに。し、あ、右の180度マスと左の180度マスって回る方向違うのか。じゃあこれで、こっちに回るから、でだよね、ここでシオンです。でもう一回逆に戻したいので、こうして、で上に塩を置きますと。でシオンができました。でここに塩を置いてシオンができます。で、今度はししシオシオン、えい、で次がここにシオンができて、あと3個し、あーちょっと難しい、しおで回ります。でここに置いて、で、ここに置く。であと1個がどこかにできるかな。あー、し、お、ん、し、あ、できた、クリア。難しかったね。スコアを更新します。はい、あなたの性格は、うーくん、
人間離れしたその情報量と百式に決して劣らない処理能力 UMN ウンドゥスムンドゥスネットワークの生き字引きウー君でも、人気があるのは結構だけど裏の顔だけは見られないように一決定思うとしちゃった。ハッピー指数は 100% 世界一の幸せ者ありがとう。ステージの選択を次ゾハル、あゾハルだ。ルがつく言葉を16個、あ難しさがもう星3つ半だ。ゾハルが回る、ぐるぐる回る。ルがつく言葉を16個。準備はいい？はじめ。あ回転するのがある、90度回転もある。シオン、ウズキ、コスモス、ジギー、モモ、ケイオス、ジュニア、あここまでなんだ。ルイ回りました。じゃあ次、ルする回していこう、回していこう。で もとかあんの？ない、ないよね。もけをゆする、あとはもゆる、あ、もゆるがない。オイル、あとあるかな。ルーが作れるぞ。ルーで次がルス、回してこ、ルス、ルスユー、ルスユー、煮る、次がね、ある、ある。あ、ジルがない。ジルダメなんだ。じゃあ、オル、オル、ケル、コル、次がルン、ルンとかあんのかな。ルンはないか。シル、シル、あとはも、もしる、もしるとかないね。もし受けるんだってことをもしるとか言わないのかな。言わないだろうね。あと2個なんかあるかな。一旦回そう。パモ、回した。
と切る切る で、売るできた。ステージクリア。できた。スコアを更新します。わーい。あなたの性格は？ジギー。健康に関するあらゆる知識を身につけ、己の肉体を武器とするあなたはズバリジギー。仕事のことばかり考えてると脳みそも機械化しちゃうぞ。ハッピー指数は 0%。 泥沼の人生転落しすぎでしょ。ステージの選択を。次これメガネね。匿名さんもね、メガネかけてる人だからね。なんでちょっと今棒読みになったんだろう。3文字以上の言葉を12個。シオンのおメガネにかなうかな。ジャンボマスは縦にも横にもたくさんのマスとつながるから言葉がいっぱい作れるチャンス。ああいうこう途中でカクンって曲がるのも可能なんだね。へえ、ジャンボマス。お、じゃあ真ん中に。あ、すごい。じゃあここに字ってやると、あ、ジャンボの字になる。あ、これは悩むぞ。これは何を間に入れたらいいだろう。んが多分多いと思う。左にんを入れたいな。左にんを入れるためには、あー、左は無理だろうな。じゃ、イメってある？ないよね。じゃあタメを作ってから板にしよう。よし。センチ。センジ、ネンジ、でもう一個センチ、ジチ、センチ、ネンチはないか。いや、そこもったいないな。線路。違うな。運がいっぱいあるね、意外と。知人、人。あー、でもちょっともったいないかな。知人を作るために運を無駄にした気がする。人事、戦時、年次。じゃあ次、判事。じゃあチン、あーチン、こっちやめよう。金、子が欲しい。くでもいいや。金字。金さ、金地。あ、ダメだ。いや、金庫が欲しいな。金庫ってやったら次小さじができるんだけどね。金湯ってある？あるね。金湯。あ、思ったより簡単にできた。スコアを更新します。はい。やっぱ真ん中に運を持ってくると楽だね。あなたの性格は？ケイオス。歴史や科学に造詣が深く、まるで百科事典のような頭脳を持っているケイオスタイプのあなた。他人を理解するのもいいけど、たまには自分を表現するといいかも。ハッピー指数は 36%。 人生向かい風。ステージの選択を。お、噂のケイオスくん。6文字以上の言葉を3個。6文字。ケイオスの必殺技を作れば楽勝。ケイオスの必殺技、百鬼章。準備はいい？百鬼章。
6文字以上、6文字以上か。必殺技百鬼章しか覚えてない。円月鬼章とかね。6文字以上か。そういう言葉が元々のなんだろう、アイディアとして言葉が出てこない。6文字以上、今朝は文章作ってどうする。血縁者。あ、血縁者がない。ダメなんだ。ダメだな。陰陽、ダメだな。天、あ、雷山章がある。ラをうまくつなげられないな。検証。検証器ないの？ないの？ないの？意外とないのね。検証器とか血縁者とかありそうだけどね。毛からちょっとつなげたいな。のからつなげてみるか。のや、あ、ダメだ。検察。検防署。どうだ？オッケー、検防署。よし。剣謀賞。次が6文字以上。消防署。よし、来た。何ができた今。消防署と検防署と何ができた今。
何ができたんだろう。ちょっと後で見とこう。あなたの性格は、うーくん、さっき出たね。ハッピー指数は 40%、 ちょっと憂鬱。何ができたんださっき。次が、グノーシス。4文字以上の言葉を25個。4文字以上、あーなんかすごいね。隠れているグノーシスをすべて発見せよ。4文字以上、うわなんかすっごい、え、ほぼ埋まってるよ。ほぼ埋まってる。既存の言葉をだいぶ利用しないといけないっぽいね。バジリスク、はい、バジリスク。敵キャラ名なんだ。え、敵キャラにバジリスク、あ、敵のあれだ、雑魚敵だっけ、バジリスクで、あとはトロー。そっか、グノーシスの名前で攻めていけばいいのか。じゃあトロール、うん、コボルト、コボルト、コボルトで、ケルベロス、ケルベロスで、バグベアが、で、あ、バグベア反応してくれない、あ、そういうことね。バグベアね。で、ギガー。ギガースって、いるっけ？いたか。お、ストリボーグ。あとは、ゴブリン。ラルゴ。ゴブリン。次は、あと何かいたっけな。待って、あと17個も作んの。テイアマト、ティアマト、ミンティア、ティアマト。次がミノタウロスか。ダバダバポゼ。グレムリン。あ、ゴーレムとグレムリンができる。ゴーレム、グレムリン。あとがマンティコア、マンティコア、マンティコア。ニコール、ニコールっている？いない。コーリー、いないね。コーラー、いないね。光栄、ないね。本動画はご覧の素材を利用して作成しております。フォント素材はよく飛ばない鳥様より、音声素材はミュージックイズ VFR 様よりお借りしております。ご覧の皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。またねー。